今の高校教科書、中国史も結構変わってるんだ。東大の素養教制度まで素教益だって。近頃の中国史概説書にもそういう最新学説は反映されてるけど、王朝とか人物との関わりはかえってわかりにくくなっちゃってるかもね。そんなあなたに、近世王朝の攻防と東ユーラシアの大帝国。うわ、神戸先生。中央公論社では近年王朝ごとの本が出されており、この随党は最新刊だ。まさしく最新の研究成果を反映し、近伝性、素養朝、不正性など、従来の常識的歴史像を覆す内容をまとめているぞ。パッと見は古典的な王朝史だから、逆にわかりやすいですね。でも、なんで随党時代史がそんな劇的に変わっちゃったんですか？いい質問だ。どの時代であれ中国史の基本資料となるのは正史、すなわち後の王朝によって作り上げられた編纂物だ。故に、あ、今やってる明代解説でも、新代での偏見や歪曲が入ってるって話してたね。ってことは、今までの随党時代史像は壮大の人の理解が混じってて、それが最近改められてきた？その通り、母子名など新たな出土資料の分析によって、根本的に解さえ変わってきたということだ。熱いじゃん。随、隠世王朝の攻防と東ユーラシアの大帝国、中央公論者より。ところで神戸先生は書かせてもらえないんですか？わしも読んでる。